第4種踏切は遮断機や警報器のない踏切で群馬県で今月6日小学4年生の女の子がこの踏切で列車にはねられ死亡する事故が起きました県によりますと今月1日時点で県内の第4種踏切は84か所あり鉄道会社別では小湊鉄道が48箇所 JR がくるり線や内房線沿いなどに

これら第4種踏切の安全対策について熊谷知事はきょうの定例会見で鉄道会社などと連携し検討していく考えを強調しました。 道路管理者であったり、鉄道事業者など、関係者が集まる場で,です、ね、安全対策の取り組みに関する意見交換を行ってきておりますので、まあ、今回の事例を受けてです、ね、改めてこの第4種踏切、まあ、設置の経緯、それぞれありますので、まあ、その経緯を踏まえながらです、ね、まあ、どのように安全性を高めていけるかです、ね、まあ、意見交換、しっかり検討もしていきたいというふうに考えています。